ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、新型 MacBook Pro のやばい性能が出てきましたので、こちら解説したいと思います。まあ待望のですね、皆さん待望の MacBook Pro 14インチ16インチ、こちらが早ければもしかしたら夏頃にね登場するかもというね、記事が出てまいりました。さらに、まあこのね、まあ性能をまあ深掘りしつつですね、さらに他の Mac ですね、まあ高性能に進化したするであろう Mac mini とかね、 Mac Pro とかに関してもね、性能がねすごくなるんじゃないかっていう情報も出てきましたので、ちょっと詳しくね解説したいと思います。こちらのチャンネルでアップ製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、チャンネル登録していただいて最新情報を受け取ってもらえればと思います。またいつもご覧になっている方の、まあ 15% ほどですかね、の登録率ということなの でまだまだ、ね、登録してなかった方とかね、まあこれを機会にぜひね、チャンネル登録していただくとね、死ぬほど喜びます、飛び回ります。あと一番右の通知ベルもね、オンにしていただくとですね、最新情報届きやすくなりますので、こちらまだまだね、登録者の 9% ほどですかね、ぜひちょっと通知ベルをオンにしてですね、こういった最新情報ね、見逃さないようにね、してもらえればと思います。あとツイッターも日々ね、こちらタイムリーに更新してますので、さらに最新情報をね、受け取りたいなっていう方は、フォローもね、お願いいたします。まずね、この Apple のね、Apple の新しい CPU ですね、まあ人間でいう頭脳の部分がね、まあ昨年11月に進化しまして、M1 チップ搭載のね、ってものが、今の MacBook Air に、ね、載ってるんですけども、まあ僕もね、今使用してね、非常に快適に使えておりますと。で、この M1 チップには、ですね、8コアの CPU というものがね、載っております。まあこのコアっていうのはですね、まあ人間でいう脳みその数だと思ってもらえればわかりやすいと思いますが、まあ基本的には脳みそですね、まあつまりそのコアの、数が多いほど、非常に高性能になるっていうものなんですが、まあこの M1 チップの8コアの CPU の中身がですね、4コアの、高性能コアっていうのと4つの高効率コアというものにね、実は、分かれてるんですね。まあ、これどういったものかって言いますと、まあ、高性能コアっていうのは、例えばその重めの結構作業ですね。まあ、動画編集したりとか、まあ、画像の編集とか、まあ、音楽編集したりとか、まあ、X コードで、まあ、プログラミングとか、まあ、そういったものに高性能コアがね、使われてですね。で、もう一つのこの高効率コアっていうもので、まあ、普段の作業の時ですね、まあ、メール返信したりとか、なんかネットサーフィンしたりとか、まあ、そんな重くない作業の時はこちらが使われると。まあ、どうしてこれ分かれてるかというとですね、まあ、電力消費を抑えれるからってことですね。この普段の作業の時は、高効率コアっていうのを使うことでですね、電力消費っていうのが、まあ、これアップルが言ってるんですけど、従来の10分の1に抑えれるということなんですよね。はい。これ僕も使ってるからね、分かるんですけども、M1 のこの MacBook とかで、ね、電池持ちめちゃめちゃいいんですよね。まあ、こういったことが、まあ、結構理由なのかなって思いますと。この新しい MacBook Pro ではですね、この CPU がさらに進化するんじゃないかということでですね、次のその噂されている新型 MacBook Pro では CPU が10コアになるかもということです。はい。まあでもちょっと増えたの2コアだけじゃんってね、ちょっと思うかもしれないんですが、はい。問題さっき言ったね、このコアの中身がね、重要なんですよね。はい。で、さっき説明したように、まあ、Apple Silicon ですね。この中身っていうのは2つに分かれてて、まあ、重めの作業をする、高性能コアと、まあ、軽い作業をする、高効率コア、電力消費を抑えれるからっていうところなんですけども、10コアのその CPU になるってお話ししたと思うんですが、なんとこの高性能コアがですね、8コアになって、残りの2コアが高効率コアになると。なので、高性能コアが、要するに M1 チップさっきまで4コアってお話したと思うんですけども、8コアになるんで、これ倍っていうことですよね。これはなかなか性能がね、高まるんじゃないかっていうね、やばそうじゃないかっていうことですね。まあちょっと CPU のこのコア数の話ね、まあちょっとややこしいと思うんで、ちょっとあってなった方はですね、もう一回ね、動画とか何度かちょっと見直してもらえればと、まあとか自分でね、ちょっと調べてもらえればと思いますが、まあもともとはですね、噂としてはなんか12コアになって、まあその中の8コアが要するに性能コア、結構まあ重めの作業、すごい高性能なもので、まあ残りの4つが高効率コアですね。まあ普通の作業、簡単な作業ベースのものになるとか、まあ言われてたりはしたんですが、まあそれだとね、おそらくそのスペースをね、パソコンの中で取ってしまうので、おそらく高効率コアを減らして、まあ10コアにしたっていうね、ものなんじゃないかと。その代わりですね、その空いたスペースでラムですね、まあいわゆるメモリをですね、最大、例えばこれ 64GB まで増やせるようになってですね、あとまあニューラルエンジンですね、まあ人工知能がこの改善されたりとか、あと、ま、GPU ですね。このグラフィック性能ですね。まあ、GPU のコア数っていうのを、まあ、今の場合ですね。まあ、16とか32コアにできるようになるんじゃないかと。まあ、そっちに、振った感じですよね。で、こっからはそれぞれですね。まあ、こういったものがですね、まあ、僕らにどう関係してくるのかっていうのをね、もちろんそれぞれね、ちょっと説明していきたいと思います。はい。まずは、さっき言ったメモリに関してなんですけども、最大で 64GB まで、選択できるようになるんじゃないかと。
ということですね。メモリというものはですね、まあよくその作業台とか、机の広さっていうものをね、例えられますと。まあなので数字が大きければ大きいほど机が広いってことなので、まあいろんなものをこう置いてね、作業、同時に作業ができるっていうね、ことになりますと。今のその16インチですね、プロの16インチのまあラインナップとまあ同じような形ですね、になるんじゃないかなと。まあユニファイドメモリになりますが、はい。ただこのインテル版と違うのがさっき、ユニファイドメモリという点で、はい、あの M1 の MacBook ですね、僕レビューしてきたんですけども、これが非常にね、ユニファイドメモリが効率よく動いてくれるので、まあ 8GB であっても、まあほとんどの作業ね、これで行えたりしますね。まあなんで実際ほとんどの方はメモリで 16GB あれば十分にね、使えると、十分だと思いますね。はい。あとまあ端子に関してはですね、まあ同じようにおそらく両側にサンダーボルトの USB-C ポートがですね、2つずつとか、まあ合計4つぐらいは付くんじゃないかなとか、ところと、まあもしかしたら SD カードスロットとかですね、HDMI ポートだったりですね、マグセーフ充電器が昔のまあ MacBook みたいな感じでこう復活するっていうのは。あり得るかもしれないです。また、MacBook Pro にもですね、ミニ LED ディスプレイですね、Pro XDR ディスプレイの搭載っていうのが、まあ、おそらく来るんじゃないかと思われますと。はい。まあ、今回、発売されるこの iPad Pro の 12.9 インチにも、まあ、搭載がされましたので、まあ、それとおそらく同じものが、この MacBook Pro にもね、まあ、来るのが、セオリー的にはね、来るんじゃないかっていうことですね。はい。ただ、ちょっと心配なのは、このミニ LED の生産の遅れっていうのがね、結構、ま、報告されたりしますので、それがちょっと発売時期にね、影響ありそうかなっていうところでね、僕はちょっと心配してますが、iPad Pro のね、実際 12.9 インチもですね、まあ、今、例えば注文したりすると、まあ、6月とか7月とか、結構、ま、先までね、時期が伸びちゃってるので、MacBook も大丈夫かなっていう、ちょっと心配はあります。あと、外部出力、この外部ディスプレイですね。まあ、映せるその画面の数っていうのも、まあ、おそらく2から4台ぐらいですね。まあ、今のインテル版と同じようなね、スペック、まあ、仕様になるんじゃないかなと思いますと。はい。まあ、今の、一応 M1 のモデルはですね、まあ、1台しかその外部ディスプレイが出せないっていうね、仕様になってるので、まあ、例えば今後一応ね、レビュー動画で出そうと思ってるんですけども、まあ、ベルキンさんからね、お貸し出しいただいた M1 Mac でデュアルディスプレイがこの、実現できるってね、ものが実現できるドッキングステーションというものがあって、まあいろんな端子とかまとまって、ちょっとデスクトップ化みたいなのができるやつですね。MacBook を。まあそういったものをドックとか言ったりするんですけども、ドッキングステーション。まあこういったもので、できたりするんですけども、まあ普通にまあ実際はね、やっぱ繋いで、やっぱ2つね、ディスプレイ映せた方が、まあ楽っていうかね、いいですよね。まあこれはなんで次のプロモデルでおそらく実現されるだろうということですね。まあこれは嬉しいと。はい。まあ、なんで一応まあ M1 MacBook とかでもしデュアルモニターとかね、やっぱやりたいなっていう方はですね、まあこれ結構簡単にできたりするんで、まあベルギンさんのとね、デュアルディスプレイですね、のドック、デュアルモニターが実現できるドックっていうのね、一応概要欄に置いておきますのでチェックしてみてください。はい。まあレビュー動画も、出しますね。はい。で、続いてはですね、GPU ですね、グラフィック性能。はい。まあ動画編集とか画像編集とかゲームとか、こちらの映像に関わってくるところなんですけども、もうね、これはね、結構ね、異次元レベルになるかもしれないですね。はい。Apple Silicon は特にここが強いと言われてまして、はい。で、今回、ブルームバーグの記事ではですね、コードネームが、なんか JADC Chop っていうのと JADC Die っていうのがあって、まあ、一つがおそらくコア、16コアの GPU で、もう一つが、32コアの GPU になるということですね。まあ、おそらくこのプロの14インチが、まあ、16コアの、GPU で、まあ、メモリが多分最大で 32GB まで載せれるようになって、プロの16インチが32コアの GPU で、メモリが最大 64GB まで、まあ、そういった選択肢になるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、なんで結構今のラインナップと同じような感じ。になりそうで、今の、M1 MacBook Air とか、プロに載ってるのがですね、7とか、8コアの GPU なんですよね。まあ、って考えると、だいたい2倍、2から、まあ、4倍ぐらいのものになると。これはかなりやばそうですけどね、はい。まあ、仮に32コアのね、この GPU がですね、まあ、16インチにね、搭載されるとしたらですね、もうそれが現状最強の Mac Pro とかのですね、まあ、これインテルベースになるんですが、Radeon Vega 2っていうのがね、載ってたりするんですけど、まあ、それくらいになるんじゃないかなってことで、まあ、メタルスコアとかでね、これGPU 性能見れるんですけども、だいたい8万から9万くらい。まあ、それぐらいのモンスターマシンになるんじゃないかなというところですね。はい。ちなみにこれ M1 の今 MacBook とかですね、まあ、だいたい2万前後ぐらいなのなんですよね。まあ、ちなみにこの Mac Pro で、こう、Radeon Vega 2ってものにね、GPU 性能を高くしたら、まあ、それだけでもう100万近くいくんですよ。はい。まあなのでもうわけわかんない状態ですけどね。まあこれぐらいになったら本当マリオカートでずっとスター状態で走ってるみたいなね。そういった感じになりそうです。はい。で、そしてですね、まあ本当期待が広がる MacBook Pro、この14、16インチ、これは登場時期なんですけども、
どうやらね、このブルームバーグのマーク・ガーマン氏によりますと、今年の夏頃にもしかしたら来るかもっていうふうに、まあ、報じておりますと。はい。まあ、個人的にはこれ本当に間に合うのかなっていうね、気はしますけど、やっぱね、ミニ LED とか遅れ見てると大丈夫かなって、まあ思ったりはするんですが、まあもしかしたらあと数週間ですね、開催が決定している Apple の WWDC、6月にこれあるんですけども、発表会が。まあ何かしらあるかもしれないというふうに。はい。まああるとしたらその発表とかがあって、まあもしかしたら iPad Pro みたいにですね、発売とかは1ヶ月後とかの形になるのかわかりませんが、まあ個人的には可能性としてはそんな高くないんじゃないかなと。可能性は低いかなと思っておりますが、はい。まあ夏頃ってことなので、まあ結構まあ間が広いんで、まあ6からまあ8月9月ぐらいまで、まあその間ぐらいにはもしかしたら出るかもしれません。なんでまとめると、まあプロの14インチとかがまあ CPU10 コア、GPU16 コアとかになってですね、まあメモリがおそらく 32GB とかまで増やせるようになると。端子とかあと増えてとか。はい。あとまあ16インチに関しては、まあ CPU はね、基本的におそらく同じで、で GPU がまあ32コアになってですね、メモリも 64GB ぐらいまでね、まあ最大で、マックスで選べるようになると、増やせるようになるということでね、これ非常に楽しみですね。個人的にはまあ14インチ欲しいかなと思ってまして、やっぱモンスタースペックをこう持ち運べるっていうね、まあ16インチもね、非常にこれが気になりますかね。皆さんはね、ちょっとどうですか、この MacBook Pro、新しい MacBook Pro 欲しいですかね。まあぜひね、気になることとか、こうして欲しいなとかコメントをいただければと思います。あとはですね、Mac Mini とかに関しても、おそらく M2 チップが搭載された、まあ、上位モデルがね、登場するんじゃないかと、ここら辺も言及されてますね。はい。まあ、これ確かに、セオリー通りかなっていう感じで、MacBook Pro とね、同じくですね、この Mac Mini の、上位モデルっていうのもですね、まだ Intel 版として、Apple Store の中にね、残ってるんですよね。まあ、なんで、そこが、まあ、おそらく置き換わるような形で、まあ、おそらく M2 チップ。M1X かわかんないんですけども、まあその新しいチップが搭載されたものが上位版として入ってくると、置き換わると。まあなので、M1 チップのおそらく搭載モデルは今まで通りもっと残って、まあ一緒にこう販売されるようなね、形になるんじゃないかなって思いますね。またさらに今後出てくるであろうですね、iMac ですね。iMac のおそらく大きなモデル、まあ30とか、まあおそらく32インチぐらいになるんじゃないかと言われてますが、まあそちらにもおそらく M2 とか M1X チップ搭載されて、おそらくまあ今年のまあ後半とかですかね。まあ10とか11月あたりでしょうかね。まあそこら辺に登場してくるんじゃないかと思いますね。まあ iMac ね、24インチ新しくまあ出たんで、まあ何かしらあるでしょうね。大きいモデルが今後。また MacBook Air についてはですね、まあいくつか僕も動画出してるんで、こちらも参考にね、してみていただきたいんですが、詳しくは。はい。まあおそらく MacBook Pro のね、このモデルのまあ登場の後ですよね。やっぱりこういったハイエンドのモデルのチップを先にまあ登場させて、その後にやっぱりね、まあ MacBook Air はどっちかというとまあローエンドというかエントリーモデルなんで、まあその後にですね、まあ同じような、まあチップですね。まあこれが M1X か M2 かわかんないですけども、まあそういったものを搭載してですね、非常に薄くて、大きなこうデザインチェンジ。まあもしかしたらこの iMac みたいなね、白いベゼルになるかもしれないんですけども、まあ賛否両論起こりそうですが、はい。まあ早ければもしかしたらその年内にね、登場するかもしれないって。まあここも結構なんで MacBook Pro の、まあその後っていうことなので、MacBook Pro の結構登場のタイミング次第かなとは思うんですが、まあ、ただ、まあ、おそらく、現実的には来年の、まあ、3月とかが、まあ、現実的なのかなと思われますね。はい。やっぱりさっき言ったみたいに、まあ、生産の遅れ、iPad とかも結構、まあ、遅れてたりするんで、まあ、生産の遅れとか今のね、社会の状況を考えるとですね、まあ、なかなか年内難しいのかなと、まあ、個人的には思いますね。はい。で、あとは、Mac Pro についてですね、Mac Pro は、まあ、一番、最強のね、まあ、据え置き型のデスクトップの Mac ですかね。こちらについてはですね、まあ、おそらく昔のパワーマックの G4 っていうね、キューブっていうのがなんか四角いのがあったんですけども、まあ、そういったね、ものにやっぱデザイン回帰というか、まあ、戻るような感じになるんじゃないかなと言われてまして、まあ、今のなんで Mac Mini とかをちょっと高くしたようなね、長くしたような、縦長にしたような、まあ、今のモデルと比べると、まあ、ちょっとコンパクトに、ね、なるんじゃないかと言われておりますね。まあ、ここら辺もやっぱ Apple Silicon の、ね、恩恵だと思いますが、まあ、性能に関してはですね、CPU が20から大体40コアの搭載、まあ、多分20から40コアのオプションで、あと GPU に関しては64か、まあ、おそらく128コアのオプションになると。まあ、なんで本当に最強の Apple Silicon っていうね、感じになりそうですね。わけわかんないです。どんな性能だよって感じですけどね。さ
さっき言った MacBook Pro ですらね、まだ10コアとか、まあ32コア、GPU でも32コアとかのレベルだったんで、その倍に、まあ倍とか4倍とかのレベルですかね。はい。まあ誰がね、こんな性能を使いこなせるのかは、ちょっともう、わかんないんですけど、はい。っていう感じでね、めちゃめちゃ Mac Pro に関しても、高性能になるんじゃないかと、ね、言われておりますと、はい。まあ発売に関しては、おそらくまあ年内はね、その難しいかなって思われるんで、まあおそらく来年とか、まあなんかインテル版の Mac Pro もね、もしかしたら最後出るんじゃないかとか言われてますんで、新しいオプションとかがなんか CPU とかかな。なので、まあおそらくまあ来年とかですかね、終わりとかに、ね、なるとか言われておりますけどね。はい。ということで以上がね、今回出てきた、情報でした。こういろいろね、面白い情報あったと思うんですが、皆さんもね、やっぱ次のね、この MacBook Pro とか、ね、やっぱ期待すること、どういったことですかね、ぜひなんかね、コメントいただければと思います。はい。僕はまあ14インチ欲しいんですけども。で、またこういった動画今後もね、やっぱ見たいなとか気になるなっていう方はですね、ぜひ、チャンネル登録していただいてですね。あとまあグッドボタンですね。あと一番右の、ね、通知ベルをね、押していただくとすぐ届きやすくなりますんで、ぜひお願いいたします。で、今日もご覧いただきありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。